Vincent! Vincent! Oh, Vincent! There on the south height, curse! Bless me now with the fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage! Rage against the dying of the light! そうに。ヴィンセントのやつは本当に死んじまったんですね。あいつはいいやつでした。本物の絵描きでした。正真正銘の芸術家でしたよ。あいつの描いた絵なら何点も持ってますよ。文句のつけようない手数ばかりだ。それをぜひお見せしましょう。ほら、これですよ。どうです。見事な色彩だ。素晴らしい模擬だ。どうしてこれほどの男が死ななきゃならんのですか。あいつが最後にこの一冊でちょうどそう、あなたも座ってらその椅子にごちそうまして、実に悲しそうな顔してました。あいつは悲しみの海に沈んでた。遠いところを見てる目でした。あいつはね、日本に憧れてましたよ。西洋の伝統的な目や声や遠近法にとらわれない浮世絵を見て感動してね、それを何枚も何枚も油絵に描き写して構図や色彩を研究してました。日本というところは太陽の光が溢れてるに違いない。激しい色彩が乱舞してるに違いない。そういう生命力に満ち満ちたところで思いっきり絵を描きたいというのがあいつの切なる願いでした。人が落ちなかったんだ。人には言えない辛いことがいっぱいあったんだ。かわいそうなやつですか。多分あなたはグラディオがその絵をご存じないと思いますが、ヴィンセントが最後の頃に描いたやつ、それもぜひお見せしましょう。腹を見てこんなふうに感じるやつはいらっしゃいません。あいつは何よりも感じるやつ、いや感じすぎたんだ。貴様のやつもこの絵の前に佇んで随分長いこと見つめてましたよ。あいつの描いた花はまるで毛高い王妃のようじゃありませんか。無論私の肖像画もあります。それもぜひお見せしましょう。
書くことは神への祈りの儀式だってそういうもんですからね。ちょっとカトリックの神父のような予想をして書いてもらおうと思いました。ちょっとこんなふうな格好してね、あいつの目の前に咲いたわーいましたよ、声を立ててね。珍しいことです、あいつが笑うからね。画材店の親父によほど不釣り合いに覚えたんでしょ、普段着に控えてくれってそう言いましてね。あいつはすごいんですよ。いや何がすごいかって、見ている目の前でまた瞬く間に駆け入れてしまうんですよ。フェンシングのように素早く筆を動かして、すごい。まあ、この点ではセダンヌとは真反対でした。セダンヌとしたら一枚絵を描くのに何週間も何ヶ月もかけるんだ。だからあいつのモデルなんてのも大変ですよ。同じポーズをずいぶん長いこと撮らされるんだから、これ無理ですよ。みんなそう言ってました。ああセダンヌはヴィンセントのことを嫌ってました。君の絵は狂ってる、面と向かって言いましたからね。スーラーの天描主義と、それからモネやピサロの保釈理論、それからドラクロワのロマン主義がごちゃ混ぜになっていたそうでね。セザンヌは絵の中に感情を持ち込むことを極度に嫌ってました。それからセザンヌはゴーギャンのことも嫌ってました。ゴーギャンは芸術家ではない、ただの模様描きだってそう言ってました。セダンヌは恵まれてましたからね。何しろ銀行家だった父が亡くなってから莫大な遺産が入り、生活の心配などあまりにもする必要なかった。自分の追求する絵だけを描いてよかったんですよ。子供ゴーギャンも昔は随分裕福でしたがね、大きな家に住んで奥さんと子供を見て幸せそうでした。それから随分手を買い求めてましたよ、ええ、ところがどういう風の吹き回しが、今度は自分が絵を描くために仕事を辞め、それからはもう転落の一歩ですよ。絵なんていうのはそう簡単に売れませんしね。セダンヌは人間の内面を描こうとしてた。人は一体どこから来てどこに行こうとしているかという根源的なテーマを書こうとしたんです。まあこの点では小説や詩と同じだったかもしれませんが、それを言葉ではなくて色彩と線で表現しようとしてたんです。いやそれにしてもほらこの小説見てくださいよ。え、これだって計算じゃありません。ああこの絵を見てると胸が潰れそうだ。あいつにはもう会えないんですね。はあ、私もつらい。ポール・ゴーギャンですか。いやポールは何もヴィンセントとコトーン毛嫌いしてたわけじゃない。あの二人は長い鎖の中の輪と輪のように本当は深いところではつながってたんです。あの二人が父が言っていたからそういった何だったんですか。あの二人は本物の芸術家だったんだ。作品がそれを証明する日が来ますよ、いつの日かきっと。明らかなことは世俗的な野心とか名声とかいったものは時とともに消え失せてしまう。しかし本物の芸術家の魂は遠い過去の祖先にも未来の世代にも共鳴していつもその子供を力強く見続けているということです。ヴィンセント・ランゴー、あの二人の出会いと別れは必然だったんだ、運命だったんですよ。ヴィンセント、俺は今日ここを出てパリに戻る。ここにいても絵が描けないだろう。いいか、絵描きは絵を描くのが仕事だ。ああ、お前と一緒にじゃあ絵を描けない。確かにお前は、初めの頃は、まるで俺の従順な弟子のように振る舞った。だがそれもつかの間、お前はことごとに色を吹っかけ、
いきなり黙りこくって何日も口を利かん。前から目を覚ますと、お前は俺のベッドの関わりになって俺の顔を覗き込んで、俺の身になって考えてみろ。そしてお前は今日レストランアブさんが行ったグラスを投げた。もううんざり。お前は俺の弟子のように振る舞って俺から学びたいと言った。学ぶ何を。学ぶということは鬼のような獣のように冷たい死んだ肉を食らうことじゃない。髪の毛あおり草原を駆け抜け、鬼の場を駆け抜け、生きた肉を自分の牙で噛み殺して飲み込む。そういうことじゃないのか。お前は美術学校に馴染めなかった、研究所にも馴染めなかった、そしてこの俺にも馴染めなかった。まだそれだけのことだ。俺は何もお前を責めてるわけじゃない。それでいいんだ。お前は野獣なんだ。自分で自分を調教し、自分を弟子にして帰っていく必要ないんだよ。お前言ったじゃないか。王子をしっかりと見ることができないやつは、たとえ50年間隠しすぎたとしても、書きながら既に死んでいると。そうだ。美術学校にいた連中は解剖学を見つけ、石膏で探し、何でもかんでも目に見えるものは、無神経痛快にしろ。ラフはこうだ、武器がこうだ、生物がこうだと言われた通りに何でもかんでも感じなくても変えにしろ。お前が言ったな、ひまわりを描くとき、ひまわりだ。ひまわりになってひまわりを描いていると、本当のひまわりの姿が見えてくると。それでいいか。お前のひまわりはいい。それは認めよう。お前のひまわりは、十字架で血を流しているキリストだ。いや、復活したキリストだ。だが、俺が言っているのはそういうことじゃないんだ。基本的な生活態度。いいか、お前は絵の具をついた手で、そのまま料理をする。だから、ナイフもフォークも皿も、テーブルも、みんな、絵の具の匂いがする。そのものは食いだ。悪かった。悪かった。これからは君の嫌がることはしない。約束する。それに君の言う通りにする。そうだ。あの女は君に譲るよ。今日からラシエルは君の女だ。どうしてお前はそういう言い方をするんだ。ラッシェルは勝負じゃない。俺の女とかお前の女とかそういう女じゃない。俺はお前のその言い草が嫌なんだ。そのめめしさがたまらなく嫌だ。見せるから腹立て。お前に必要なのは俺なんかじゃないんだ。そうだろう。お前はただ寂しいだけだ。一人なのが怖いだけだ。そうさ、僕は一人になると怖い。一人になると妙なことばかり考えてしまうんだ。どうして僕はこの世に生まれてきたんだろうって。生まれてこなきゃよかったっていつもそう思ってた。子供の頃から。1852年3月30日に母は最初の男の子を産み落とした。その子はヴィンセントと名付けられたら死んだんだ。それからきっかけ1年後の1953年3月30日に僕が生まれた。おまけに出生証明書の番号は29番で全く同じだった。僕は最初の男の子の名前にちなんでヴィンセントと名付けられた。でも母は僕のことを愛してくれようとはしなかった。
僕が最初の男の子の命を奪ってこの世に出てきたと信じ込んでた。だから物心ついた頃いつも母はその男の子のことを口にして僕は苦しんでた。一番憂鬱だったのは日曜日の午前中、小さなあなたを待たされて教会の近くの墓地に墓参りに行く。母の後をついて墓地に着くと厳粛な顔をして墓石の前に刻んで、するとすずめの前に自分と同じヴィンセント・ヴァン・ゴッホと書かれた小さな墓石があった。僕はその墓石を見るために罪の意識にとらわれた。僕はこの世に生まれてきちゃいけなかったんだって。日曜日の午前中の憂鬱な気分を救ってくれたのは教会での父の祈りだった。教会での父の姿はキリストのように神々しかった。僕も多くなったら父のような立派な牧師になると決めたんだ。いつだったか前から目を覚まし外に出ると教会の真上に星が輝いていた。たった一つだけ大きくて優しそうな星だった。僕は自然に祈りの言葉が出てきた。神様、どうか恥さらしの息子にならないようにお待ちください。母の気に入りの息子になれますように。神様、あなたは本当のことをご存知です。本当は母は僕のことを愛してくれていることをご存知です。母の上にあなたの祝福と恵みを。アーメン。16歳でアーメンの場所にグビー紹介に入った。父も母もそれを望んでいたし、おじがそこの経営者だったから、おじは僕にこう言った。ヴィンセント、芸術作品というのは素晴らしい。人の心を癒し豊かにし、魂をあらちめて心をさせる、そういう本物の芸術作品を人々に届け、それがラショーの仕事だ。だからラショーは誰もできるわけではない。研ぎ澄まされた知性と感性、何よりも器が必要だ。ラショーの仕事は素晴らしい。何しろいつも本物の芸術作品に取り囲まれた仕事ができるんだからな。でも現実はそうじゃなかった。金持ちの大きな家の壁を埋めるだけの、文字通り飾り絵ばかりだった。僕はだんだん憂鬱になってきた。二十歳の時ロンドン支店に営店だったけど、気持ちが暗くなる一方だった。そんな時久しぶりに未来の風景が手に入った。未来には僕の魂を高揚させた。僕は興奮した。未来は神様がこの父親に対して抱いていらっしゃる理想の姿を書くことのできる預言者だったんだ。僕は懸命に客に絵の説明をした。でも客は僕の話の大事なことを聞かないで、画廊の隅の方にいてこっちの絵の方がいいって言うんだ。イギリスの三流の絵描きがいた戦争画だった。ナポレオンをいじって描いたよ。僕はさ、下劣な絵だった。僕は客に言ってた。こんな意味、金を払うくらいならその金をどんなに追加もまだマシだって客は踏んでる世界。僕はそこクリになった。でも僕は平気だ。僕は本当のことを言っただけだ。それからどんどん僕は岸井学校の語学教師になった。それもそのが校長は授業料を払えない貧しい家庭から出勤してこいって言うんだ。親というものは何があっても子供を愛してる。だからお金があるんだったらまず真っ先に授業料を払うに決まってるじゃないか。払えないってことはお金がないってことだ。なんでそんなことがわからないの校長は、僕は反対に校長からもらった旅費をその家族にあげて歩いて学校に入った。
校長は簡単になって僕をクビにした。でも僕は平気だった。僕は間違ったことしたわけではないんだ。僕の中には ある種の予感があったの。僕の中に何かが神様から与えられた特別な力だと感じてた。何者そんなこと人には言わなかったよ。その頃合唱になってた弟のテオに打ち明けた。すると、テオが画家になったのどうかこう言うんだ。僕が弟に出した手紙から同意してたスケッチを見て才能があると思ってんだ。僕は正直言って腹が立った。僕は自分の中でスケッチはどんなに下手でくだらないと分かってた。僕は未来が全部なんとかしてたんだ。そんなことだ。画家になろうなんて思うことさえ神聖な世界を冒涜してる。それよりも僕は子供の頃の夢だった牧師になりたいと思った。でも牧師になるためには進学校に行かなきゃいけないんだ。進学校に行くためにはラテン語とギリシャ語が必要なんだ。無論勉強したさ。でも僕は文法が苦手で覚えられなかった。それになんで信仰の世界にギリシャ語とラテン語が必要なんだ。第一、キリストが喋っていたのはアラム語じゃないか。神様の言葉は何事もないんだ。神秘的な誰でも分かる言葉だよ。どんなに愚かなものにも賢いものにも理解できる不思議な言葉だよ。そう、それは光のようなものだ。つぼみが花開いて、その花が太陽を生む。そんなふうに自然に人間は神様を信じることができるんじゃないかと思った。だから僕は進学校に行くのをやめて3週間の特別な報酬を受け、誰も来てもないモリナージの観光地に伝道師に戻るじゃん。モリナージの観光地はひどいところだった。石炭の手が悪くなって会社工務先でろくに給料払ってなかった。甲府の家族の顔にも苦悩の色が。実に不幸そうだった。木もない、川もない、荒れ果てた村だった。僕が最初にやったことは伝道としての給料を貧しい人たちに分け与え、それから小さな小屋を借りてパンと塩と水で身を忍びながら懸命に伝道したんだ。でも僕のその貧しい生活態度は教会の対面を増やせる理由で解任された。だから仕方がなかったんだ。もしかしたら神様は僕が絵を描くことや禁じられているのかもしれないと思った。だから弟の言った通り画家になる決心をしたんだ。恐ろしいことだ。母は猛反対だ。何もかも中途半端だって言うんだ。針のない時計のように怠け者だって言うんだ。それに第一、画家というのは才能と実力が物を言う世界じゃないかって。その肝心の才能、実力もないじゃないかって母が言うんだ。まあそれはその通りだと思った。それからいろんなことがあった。いとこの経営に恋をしてもらいたい。父と子の際、僕は父を尊敬してたのにあんなふうに言うつもりなんかなかったんだ。ただ勝手に口が動いたんだ。生きている神はもう教会にはいない。2000年前に十字架に貼り付けされたキリストをもう一度十字架に捨てたのは教会だ。復活したキリストを十字架にもう一度貼り付けてきたのは教会じゃないか。父は青ざめた顔して悪魔の言葉だと言った。そうかもしれないと思った。僕の心はすさむ一方だった。そんな時、ハーグの街角でクリスティーヌに会った。クリスティーヌの出会い運命だったんだ。クリスティーヌは僕のモデルになってくれた。少ししかモデル代を払うことができなかったけど、喜んでモデルになってくれた。ある僕は彼女に来なくていいって言っておいた。訳は言わなかったが、モデル代を払う金がなかったからだ。
でも彼女がやってきた僕が抗議すると、ホースを取りに来たんじゃない、食べるものがあるかどうか心配な、そう言ってパンと豆を一人分差し出してくれたんだ。僕は嬉しかった。あんなに感動したのは生まれて初めてだった。その晩僕たちは結ばれた。その時僕には分かった。神様がクリスティーヌを僕のもとに使わされたんだ。クリスティーヌは神様からの贈り物なんだって。僕たちは一緒に暮らせるんだった。それもそのままクリスティーヌは出ていく言うの。クリスティーヌは最後に言った言葉を僕は今でもよく覚えてる。あんたは優しかった。優しすぎるくらい優しかった。子連れの売春婦、おまけに見守っていたこの私にモデルになってくれ、そう言った。私はただお金が欲しかっただけ。でもあんたの前で戦うなんて、なんだか妙に恥ずかしかった。見ず知らずの酔っ払いの男たちに抱かれるずっと恥ずかしかった。そしていつかが私がただのろくでなしの売春婦じゃないってことをあんたに分かってもらえたなって思うようになった。私だって何かできる人間なんだ。私だってこの世に生まれてきた意味がちゃんとあるんだってそう思いたかった。絵を描いているときもあんたの真剣な目を見ている。私だって今のような卑しい卑しい女じゃない、全く違う人間になれるような気がした。私はあんたの役に立ちたかった。でも私がやったことといえばあんたに隠れてこっそりと体を売ってお金を稼いだ。だってあんたの絵は一枚も売れなかったじゃない。あんたの弟の仕送りだけじゃとてもやりくりなんかできやしなかった。私はいつか恐ろしい取り囲み閉じ込められてしまったような気がする。その取り囲みから出るにはどうしたらよかったのか、あんたに分かる。それが愛。あんたが私のことを愛してくれるのがよかったのに。あんた私言ったよ。人は純粋な愛に、真実の愛に目覚めると生まれ変わることができる。でもあんたは私のことを愛していなかった。優しかったけどそれ愛なんかじゃない。悲しみを分かち合おうとはしたけれど、喜びを分かち合おうとはしなかったじゃない。私はここを出て、そうしなきゃいけない。本当はずっと一緒にいたいけれど、このままずっと一緒にいたら、私もあんたもダメになってしまう。私はもともとダメな女だけど、あんたは違う。暗い、悲しい目をしているけれど、すり切っているの。さよなら、ビーさん。体に気をつけて、食事もちゃんとするのよ。クリスティーヌが去っていったとき、僕の中の何かが死んだような気がした。人の心は海に似ている。人の心にも嵐があり、潮の満ち引きがある。深い海があり、そこには人の目には触れることのない真珠すらある。クリスティーヌは僕にとっては嵐の海の底に眠る美しい真珠だった。ヴィンセント、お前はいつもそうやって自分の言葉に酔ってるだけではないか。自己陶酔せる人間ほど始末に負えない醜いものはない。お前は分かっちゃいないんだ。なぜあの女がお前のもとを去っていたのか。お前には金輪際分かりゃしないんだ。そうさ、僕は分からない。僕は君のように若くは広げてないだから何も分からない、でももっと分からないのは君の王さん。どうして君は王さんの子供を捨ててしまったんだ。絵を描くためだったら君のお子さん何か分かっちゃいないじゃないか。
が本当に奥さんのことを忘れてしまったのか、自分の血分けた子供のことを本当に忘れてしまったのか。黙れ。貴様のような青兄さんに何が分かる。いいか、一人はな、他人には分からない。それぞれの事情というものがあるんだ。人はみんなそれぞれ自分の十字架を背負って生きてるんだ。知らん。誰も十字架なんか背負っていない。十字架の重りに耐えられる人間なんていやしないんだ。十字架を背負ったのはキリストだけだ。キリストは地上に来た最高の芸者だった。絵も描かなかった。彫像も作らなかった。本も書かなかった。ただ断言し、そして生きた人間だと作ったんだ。お前はいつもそうやって地上の現実をキリストの十字架にすり替えてるだけじゃないか。自分の現実を見てみろ。お前はこれまで一体何をしてきた。お前は一切れのパンです。自分の力じゃ稼いじゃいない。弟の仕送りでのろのと生きてるだけじゃないか。お前の弟は立派だ。画商としては一人の人間としてもな、お前の弟に頼まれさえしなきゃ俺はこんなとこまでやってる気がしなかった。お前の弟は俺の絵を売ってくれた。画商が一枚の絵を売るためにどれほど血を流しているか考えていたことがあるか。お前の腕もしない絵を大量に叩き込んで、お前の弟はどれほど苦しんでいる、ほんの少しでも考えていたことがあるか。お前はいつだって自分だけが苦しんでいるような顔しているが、いいか、世間のやつはお前よりもっと苦しんで生きてるんだ。だがそんなことはどうだっていい。ここを出ていけばお前の顔を水にするからな。待ってくれ。わかったら、君を、怒らせるつもりなんか、こっちもなかった。勝手に口が持ってない。頼む、いかないで。気が出てったら、僕は、本当に気が狂ってしまう。そうだ、この絵はあげるからさ、この、ひまわりで。君、ひまわりの絵、いいって言ってたじゃない。十字架で血を流してキリストだって、復活したキリストだって言ってたじゃないか。いや、この絵はもともと君のために描いたんだ。俺のために描いただろう。笑わせるな。絵は人のために描くもんじゃない。だったら何のために描くんだよ。何のためだと。しかしもう一度言ってみよう。何のためだと。分かるもんか。分かるくらいなら俺は妻や子を捨てたりはしなかった。それでも俺は時折子供の顔を見たくなって妻に手紙を書いた。子供の誕生日を一緒に祝いたい。すると妻は返事をよこした。でもあなた、お金はどうする。そう書かれている。お金はどうするの。その言葉が俺の誇りを、俺の魂をどれほど深く傷つけたか、お前にわかるか。そうとも、俺はお前よりも女々しい男だ。小心者だ。臆病者だ。お前よりもはるかに、ハレンチで、卑劣で、不甲斐ない男だ。俺は、かつて世界の海を船で旅した。そして世界の海、いくつもの神々しい太陽を見た。今俺の体の中で無数の太陽が昇り沈む。俺にはもう何も残っちゃいない。絵を描くしかないんだ。お前だってそうだろう。絵を描くしかないんだ。見えやれんなんてのがどうだっていいんだ。自分自身の絵を描くんだ。俺たちはもう一緒に行きゃいけないんだ。
別々の道を歩くことが結局は同じ道を歩くことになるんだ。そうだ。僕はそうは思わない。一緒にいた方がいいと、いろいろ学べるし、君も言ってたじゃないか、芸術家にとっちゃ神も悪魔も天使も一素材にじゃ過ぎないって。まだ分からんのか。だったら本当のことを言ってやる。お前は人を恋しがるだけで誰も愛したことはないんだ。なぜお前は自分自身を愛しちゃいないの。自分を愛せないやつは他人を愛しやしない。本当に人を愛したことのない人間には本当の苦しみなんかわかりしない。いいか、もう一度はっきり言ってやる。お前は自分の父親や母親を愛していなかった。ましてや弟の手をクリスティーンを愛していなかった。お前を愛したことがない。クリス、お前というやつは誰も愛せない人間なんだ。自分の切り取った身を封筒に入れると自分の愛の証だと言ってラッシェルという賞を見て渡した。その年の真冬、ゴーギャンのいなくなったアルルの黄色い家で真夏にゴーギャンを迎え入れるために描いたひまわりの絵を見ながら何枚も描き写した。たっぷりと絵の具を使いひまわりの命を描き続けた。それからしばらくして三天院の修道院の精神病院に入院。それからご承知の通り翌年の7月大ゲールの丘の中腹で自分の腹に弾丸を打ち込み絵を描きながら死にました。37歳でした。ご覧になりましたか、ヴィンセントが最後に描いた絵、カラスの群れ飛ぶ麦畑の絵ですよ。あんな恐ろしい悲しい神秘的な絵はあります。空は低く押し潰されて稲妻の縁のように紫がかっている。そしてその下にはワインの残りの大地の色と麦の黄色とが首を引くせめぎ合って、そうして夕闇の光を沈んだのを遠くカラスの音で、自分の腹に弾丸を落ち込む、血だらけになりながらキャンバスに黒いカラスを塗り込めていたような男が、果たして今までこの地上におりましたでしょうか。かつて森沢町の炭鉱地で、伝道師の仕事を、
プロテスタント教会連盟から解任されたとき、ヴィンセントは言った。それでも囚われの鳥は生きている。死にはしないと。あのカラス、ヴィンセントの中に生きていた囚われの鳥だったのではないでしょうか。永遠の彼方に旅立つ前、朦朧とする意識の中で絵筆を取り、自分の中から囚われの鳥を天空に解き放ったのではないでしょうか。かつてアルの黄色い絵でヴィンセントの肖像画を描こうと絵筆を取ったとき、そこに一人のキリストの幻を見たとポール・ボーギャンは言いました。2000年前に十字架にかけられたキリストは今も生きているよう、ヴィンセントのやつも生きてるんですよ。囚われの鳥は生きてる、死にはしない。あいつの描いた黄色い太陽、渦巻く糸筋も伏せろ、燃えるひまわり、あいつの命が燃え尽きた日本代の光を取り戻したのでしょうか。ほら、見てくださいよ、あいつの描いた絵を、あいつの汚した絵を。どうしてあいつが生きてる時にはあいつの絵の輝きがみんなの目には見えなかったんでしょう。でした。本物の絵描きでした。正真正銘の芸術家でしたよ。あいつは自分の絵の価値なんかこれどうにもわからないまま旅立ってしまった。囚われの鳥は生きている。死にはしない。囚われの鳥は生きている。死にはしない。Visit, visit, oh visit, there on the sad height, curse, bless me now with the fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.